人はすでに永遠を生きている。無限を知っている。身体の解放が必要だ。神聖な美しさ。いい加減の愛想ができたってことなんだ。かわいそうな生き物だ。バカバカしさの体験。だって神通力あるわよ。精神死んで、みんな眠ったように生きてるだけなんだ。これは人間に許された最高の権限だ。でもただ死ぬんじゃなくて、死ぬこと自体が意味を持つような方法ってないかしら。死を充実させることによって生を充実させるの。枯葉の燃え方って綺麗じゃない？完全でなければ意味がない。完全性なんてありえないわよ。すべて拘束するものは自分の中にあるのよ。すべての可能性も純粋労力試すのよ。生産のための生産、跳躍の可能性、高い価値に向かう戦いだ。神聖な否定者、何もしないということをするんです。現在に含まれる流動、永遠が生存ではなく夢に現れず、変容創造により初めて真理が生成する。狂っているのはあなたたちの方です。